西鉄線系電車は、西日本鉄道が、かつて所有していた電車の位置形式である、筑後川橋梁を渡る西鉄線系。冷房化、方向膜設置改造前大無田線の、特急電車用として1957年より1960年までに、日本車両製造及び、近畿車両で4両編成6本の24両が、製造された。 番号は年次と製造会社別で100台単位で分けられ日本車両製の1000番台及び1100番台と近畿車両製の1200番台の3種類があるが形式はすべて1000型となっている。なお、同じく特急用の1300番台は別形式となっている。ここでは主に製造当初の構造について述べる。西鉄発の全普通構成車両で 卵状の流線型を持つ正面は、国鉄80系電車を真似た、当時流行していた大型2枚窓、非貫通構造である。側扉は片開きに扉で、側面窓は二段上昇窓となっている。近畿車両製の1201階のみは、側面窓が同社の親会社である近畿日本鉄道の車両で、実績のあったバランサ付きフリーストップ1枚。 加工窓で製造されたが、後に他社と同じ二段上昇窓に改造された。このため1201回のみ、アルミ枠を持つユニット窓となっている。側面窓配置は、先頭車が D1D5D1、中間車は 1D6D1。車体塗装は製造当初、紙半ベージュ、下半茶色の西鉄標準色であったが、1959年5月1日に、 急行の格上げにより、特急が新設された際、コバルトブルーに黄色の帯に改められた。台車は1000番台車が、アルストム式のスミドム金属工業製、FS314、1100番台車が、ペデスタル式の日本車両製造製、ND302、1200番台車のうち1201回が、シュリーレン式の近畿車両製 KD29、1205回が、 同じく KD29A である。駆動方式は1000.1100番台車が WN 駆動方式1200番台車が中空軸平行カルダン駆動方式である。電動車2両を1ユニットとする全電動車編成として加速性能の向上を図っている。パンタグラフは各中間車の屋根上に一基ずつ設置している。制御装置は抵抗制御で、 中間車に主制御機を設置し、一機の制御機で電動車二両にある計八個の主電動機を制御する 1C8M 方式である。戦闘車には電動発電機を搭載する。扉間は向かい合わせの固定クロスシートであるが、通勤通学時を考慮して、車端部の運転室と扉の間、連結面と扉の間、飛袋クロ部分はロングシートとなっている。 ロングシート部分には釣り革を設ける。照明には蛍光灯を採用し、製造当初より扇風機を設置した。さよなら運転時の1101編成。塗装は旧特急塗装。製造当初は福岡駅,駅オム大無体機関直通の急行に使用された。1959年5月1日のダイヤ改正により急行が、 特急に格上げされた際、図書区変更され特急用車となり、特急、急行に使用された。しかし4両固定編成であり、輸送力不足となったことに加え、床下機器配置の関係で大容量の電動発電機を設置することができず、当時の技術では冷房化改造が不可能とされたため、1973年に代替として2000型が製造された。 これにより特急運用を離脱し、休行用に格下げとなった。その後間もなく600系の冷房化が進んだため、普通列車に転用されることになり、1975年に座席のロングシート化を受け、翌1976年から1977年にかけて塗装を5000型と同様のアイスグリーン地に赤帯の塗色に改めた上で3扉化された。 三扉化改造後の1982年から1983年には、従来の電動発電機に代わり福岡型戦闘車に、容量9クバの SIV を取り付けた上で、冷房化改造が実施され、1983年から1984年には、左側全面窓上部に方向膜が設置された。1989年から1991年に、 かけて空気圧縮機が変更され、従来両方の戦闘車に設けられていた DH-25 を撤去し、大向手方戦闘車に大容量の C-2000M を設置している。六千五十 k 七0 0 k の製造に伴い、九百九十六年に1 0回が廃車となり、翌九百九十七年には1二百一回が、九百九十九年度に1百五回が、 2000年度に1205回1 5 1 0 1回がそれぞれ廃車となり形式消滅した。最後まで残った1101回はコバルトブルーと黄色体の特急塗装に復元され2001年3月12日から3月25日の間お別れ運行を行った1985年時点のものありがとうございます。